銀河鉄道の夜宮沢賢治朗読三家玲子1午後の授業では皆さんはそういうふうに川だと言われたり 父の流れた跡だと言われたりしていた、このぼんやりと白いものが、本当は何かご承知ですか先生は黒板につるした大きな黒い星座の図の上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを刺しながら、みんなに問いをかけました。 カンパネルラが手をあげました。それから四五人手をあげました。ジョバンニも手をあげようとして、急いでそのままやめました。確かに、あれがみんな星だといつか雑誌で読んだのでしたが、このごろはジョバンニはまるで、 毎日教室でも眠く、本を読む暇も読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は早くもそれを見つけたのでした。ジョバンニさん、あなたはわかっているのでしょう。 ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでしたザネリが前の席から振り返ってジョバンニを見てクスッと笑いましたジョバンニはもうドギマギして真っ赤になってしまいました 先生がまた言いまたた。言いし大きな望遠鏡で銀河をよく調べると銀河は大体何でしょうやっぱり星だと序盤には思いましたが今度もすぐに答えることができませんでした先生はしばらく困った様子でしたが 目をカンパネルラの方へ向けて「ではカンパネルラさん」と名指しましたするとあんなに元気に手を上げたカンパネルラがやはりもじもじ立ち上がったまま答えができませんでした先生は意外なようにしばらくじっと カンパネルラを見ていましたが、急いで「ではよし」と言いながら自分で製図をさしましたこのぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますともうたくさんの小さな星に見えるのです。 ジョバンニさんそうでしょジョバンニは真っ赤になってうなずきましたけれどもいつかジョバンニの目の中には涙がいっぱいになりました「そうだ僕は知っていたのだ」「もちろんカンパネルラも知っている」 それはいつかカンパネルラのお父さんの博士の家でカンパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだ。それどころでなくカンパネルラはその雑誌を読むとすぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて銀河というところを広げ真っ黒なページいっぱいに 白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでした。それをカンパネルラが忘れるはずもなかったのに、すぐに返事をしなかったのはこの頃僕は朝にも午後にも仕事がつらく、学校に出てももうみんなともハキハキ遊ばず、 カンパネルラともあまりものを言わないようになったのでカンパネルラがそれを知って気の毒ががってわざと返事をしなかったのだそう考えるとたまらないほど自分もカンパネルラも憐れないような気がするのでした。 先生はまた言いました。ですからもしもこの天の川が本当に川だと考えるならその一つ一つの小さな星はみんなその川の底の砂や砂利の粒にも当たるわけです。またこれを大きな乳の流れと考えるなら。 もっとと天の川とよく似ています。つまりその星は皆父の中にまるで細かに浮かんでいる飼鱗の玉にも当たるのです。そんなら何がその川の水に当たるかといいますとそれは真空という光をある速さで伝えるもので 太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいるのです。つまりは私どもも天の川の水の中に住んでいるわけです。そしてその天の川の水の中から四方を見るとちょうど水が深いほど青く見えるように天の川の底の深く遠いところほど 星がたくさん集まって見えしたがって白くぼんやり見えるのですこのいをご覧なさい先生は中にたくさん光る砂の粒の入った大きな両面の凸レンズをさしました天の川の形はちょうど こんななのです。このいちいちの光る粒がみんな私どもの太陽と同じように自分で光っている星だと考えます。私どもの太陽がこのほぼ中頃にあって地球がそのすぐ近くにあるとします。皆さんは夜にこの真ん中に立って このレンズの中を見回すとしてごらんなさい。こっちの方はレンズが薄いのでわずかの光る粒すなわち星しか見えないのでしょう。こっちやこっちの方はガラスが厚いので光る粒すなわち星がたくさん見えその遠いのはぼーっと 白く見えるというこれがつまり今日の銀河の説なのです。そんならこのレンズの大きさがどれくらいあるかまたその中のさまざまな星についてはもう時間ですからこの次の理科の時間にお話しします。では今日は その銀河のお祭りなのですから皆さんは外へ出てよーく空をご覧なさいではここまでです本やノートをおしまいなさいそして教室中はしばらく机のふたを開けたり閉めたり本を重ねたりする音がいっぱいでしたが。 まもなくみんなはきちんとたってれいをするときょうしつをでていきました。